212市町村でね、2回目の稲川淳二さんのテープをですね、この頃なんか割と我々の中で流行ってましたね。流行ってました、怪談話が。これはね、とにかく私覚えるぐらいちょっと聞いてた時期があったんだ、この稲川淳二の話ね。稲川さんのお話面白い、ね、面白いから、ね、うん、だからまあ、これ放送にするとかそういうことではなくて、どうせね長い距離走る、それにあの時ってあれ稚内の方に行かなきゃいけなかったでしょ。猿払村でしたね。だからもう夜中スタートしても朝方に着くぐらいだから夜 ね、 したね。まあこれ聞いてこいや、俺最近これずっと聞いてんだみたいな感じでやってたわけですよ。BGM 代わりで、でそしたらミスターさんですよ。俺はそんなただ聞いてうーってびっくりする絵をまあ撮れりゃいいかなと思ったら、ミスターさんですよ。ミスターさんがこう後ろの座席からね手を伸ばして、これも窓越しに手を伸ばしてやったら、大泉さんがうわってびっくりするもんだから、そうなっちゃうとこっちも面白くなっちゃって。面白かったですね。面白い。でちょうどほら嬉野さんが助手席、大泉さんが運転、俺とミスターさんが後部座席だったんでね。そうなるとミスターさんがそれやって、これミスターさん面白いじゃんな、次なんかやりましょうみたいな、後ろで俺とミスターさんがこそこそやって、で電話をね、当時あの車載電話っていうのがありました、ね、携帯じゃなくて車の方の電話、あの電話ちょっと鳴らしたりとか、ここに鳴らして、そうすると大泉さんも一応、あそうかそうか、とりあえずこういうパターンかと思って、大泉さんも運転しながら何が来るかを待っている、そこに対して我々がいろいろこうやるっていう、ね、そのあれもその最初のラウンドと途中でなんか面白いから買い足したラウンドとあるんですけど、あります。最初の方のその物があんまりなかった時代のやつの方が妙におかしいっていう。一番笑ったのはなんかシャボン玉にあいつがおろどろいたっていうでしょ。あれはあの途中のあのコンビニで買ったんですよ。コンビニで、コンビニよくちょっとあるじゃないですか。ありますね。なんかね、子供玉で、子供玉あれでシャボン玉買ったら、シャボン玉一歩こうなってシャボン玉はおかしかったですね。おかしい。シャボン玉にあのにびっくりしていないなと思えば思うほどおかしかったですね。あれね、ね、で、このね、突発的に始まった大泉さんを驚かすくだりですが、顔が伸びるほどね、怖がらせたというのはやはり、あの頃からできていたんですよね、と。今はできないなと思うようなロケって逆にありますかみたいなね。女の人はドライバーを脅かしていませんよ。あれだって昔だってできませんよ。あんなことやっちゃダメですよ。よくないですよ。くないよくない。なんか私は本当にもう忘れられないのは、さすがに運転中はまずいだろうっつって、どっか止めて、バズーカをやらしてくれって、あるか。やらせてくれ。私は順番がおかしいんで、バズーカあと一発残ってから、やらしてくれって懇願して、彼も、腹を決めてそうかいってそうかいって待つんだけど、でミスターが運転席と後部シートの間にちょっとカーテンがある。カーテンを閉じてカーテンを開けてっていう段取り作って、そこからニューッて、さすがに大泉君、いやさすがにもう怖いよみたいな、怖いよみたいなって、あれおかしかった。それは怖いだろう。あれだからなんかあれはね、翌日かなんかね、もう面白くなっちゃったもんね。旭川にね、大きなおもちゃ屋さんがありましてね、そこでいろいろ仕入れたんです。稲川さんのテープも買いました。買い足して、もうこれが一つのシリーズだと思う。それでその時にでっかいバズーカがあって、またありましたね、これいいな。いやこれもうね、それは大泉さんには中身見せませんよ、常にね。俺はだけどバズーカばかりやはり出てるわけですよ。いくら隠したってね、しようがないんですよ。俺が旭川のね、で大泉さん車の中で待たして、ミスターさんと一緒にね、旭川を、大泉君に何でもないよって言いながらこんなでっかい獲物がやっぱり後ろの見えるわけですから、後ろにやっちゃって、これいつ来るんだろう。なんでね、いろいろこんなあの仮面つけたりなんかしてね、やって一番最後にこればっかりはさすがに走ってる時はまずいな、まずいなって思って車止めちゃってね。で止めた時点でもうダメじゃないですか。もう企画がよく分かんなくなってくるのね。止めさせて、じゃあ大泉君ちょっと出すからね、カーテン閉めてね、後ろでガサゴソガサゴソ、俺がミスターさんでスタンバってこれでいいのかなみたいな。だって結果がもう分かってる人間、あの待ち時間は恐ろしいに決まってますよ。いつやられるんだろうっていう。であの人たちのことだからね、そんな危険かどうかのテストもしてねえし、もちろんね、一発勝負で来るだろうしね。一番だからおかしいのはあなたが全部をね、全部をさらして頼むから一発打たしてくれっていうね、ちょっとね懇願してから始めるっていうのが。ああいうね、だからでもあの当時だってあんなことは普通できませんでしたよ。
できないでしょ。ただね、ただ我々だってね、ちゃんと大人ですからね、あれ夜中に走ってるじゃないですか。それから東北に行く道なんていうのはね、車なんかも全く通らないし、だからミスターさんが俺と後ろに行って次何やるって言った時に、ミスターさんがずーっと前の方に見て後ろも確認して、車いない車いないっつって今やりましょうっつってやってたっていうね。それはもうそんなまだ何の言い訳にもない、ね、言い訳にもなんないかもしれないけど、やってたっていう、まあ、それぐらいね、それぐらいの使いながらちょっとね、まあ当時もね、そうですよ ね、あとあれですよね、下着のファッションショーなんていうのはね、あれなんか絶対できませんもんね。できません、だってできません、許可とか取ってないやってますから、もうまあ、もう忘れて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 、うん、全部ダメです。そうですよね、今はできないなんじゃないんですよ、当時から、当時からダメなんです。どうでしょうみたいな番組作っちゃいけないんですよ。いけないから、本当に駅前で許可も取らずにサイコロ振ってとかさ、いけないいけないです。撮影許可一切取ってない。ただね、我々ね、そういうところはやっぱ田舎もんっていうかあれですからね、で新大阪の駅でも振ったことありますけれどもね、やっぱりね、ちょっとね、離れた人が全然通らないところにわざわざ行って、あ、我々も恥ずかしいですしね、大泉さんも人が見てる前でやるのはまあ恥ずかしいんで、だからなるべく人通りが少ないところにわざわざ行ってそれで撮ってましたから ね、人に対して迷惑をかけているというわけではな い、だから許可なんか撮ってたらね、ああいう面白い感じできないんですよ。できません、できません、ゲリラ的にあの頃ね、忘れましょう皆さん。そうです、今だって今だろうが昔だろうが、ね、やっちゃいけないことはやってます、やってますから、ね、ただご迷惑はおかけしていないっていうのはありますっていうね。